どうもつむつむしみたです。今日はねラグビーミッキーにスキチケを使わない方がいい理由をねちょっと話していこうかなと思います。まあこのつむなんですけど、まあ結構ね強いつむって結構言われてるんですけど、あのねまあ僕からするとね、初心者さんがこのつむにスキルチケットを使うのはかなりもったいないかなと思います。まあその理由なんかをねいろいろ話していこうかなと思います。まずね、まず大前提としてこのつむのね強さがね本領発揮するのはスキル5とか6からなんだよね。なんで僕ね今ねこのサブアカでスキル4プレイしてるんですけど、スキル4だとねまあ、スキルマックスほどループしないし、昇級数もねガジェットとそんな変わらないので、正直ねガジェットとね効率的にはね同じくらいなんだよね。実はそうスキル4でガジェットと同じくらいなんで、まああれだよね、もし初心者さんがラグビーミッキーめっちゃ初心者向けのさ簡単なツムですごいコツ見せたスキル4まで上げてしまったら結構ね結構絶望してしまう可能性があるんで、それをね気をつけてほしいね、初心者さんの方は。マジではい OK。 まあ6、確かにさ1プレイの枚数は他のスキル4にかは結構稼げちゃうんだけど、ただやっぱ時間効率っていうか1プレイ時間かかっちゃうんだよね、その分。だからそこかな、そういうところがあるっていう感じです。このツムは、はい、初心者さんに とってはちょっとねスキル4とかだとね、まあ、アナキンも同じなんだけどね、低スキルはねちょっと難しいと思う。発動めっちゃループするわけでもないし、なんていうの、スキル中ツム動かないんで消去数が減っちゃったりするんで、ちょっと難しい気がするね。よし、なんで僕はちょっとラグビー、それならねラグビーミッキーよりも初心者さんに使いやすいツムっていうのがねいますし、マリウスとかなんかはね初心者さんでもねかなりね使いやすいと思います。あれは適当になぞってるだけでつながるんでなんでまあそういうツム他にもねもっといるんだよね、初心者さんでもめっちゃ稼げるツムが。なんで僕はラグビーミッキーに使うよりかはそういうツムに使った方がいいんじゃないかなっていうね。あのね初心者さんにおすすめのツムランキングみたいな動画を作ったので結構前にぜひねそちらをご参考ください。はい、ちなみにこのラグビーミッキーはねスキチケ使うと後悔するかもしれないランキングに入賞してました。はい、あれ6000枚いかなそう。まあ、6000枚いったとしても結構時間かっちゃってる気がするんだよね。はい、枚積むがちょっと少なくないかこれ。ああ嘘、最後間に合わんかった。まあ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 、でもまあ、6000枚くらい稼げました。稼げたんだけどちょっとねもうちょっとね効率が良くないと、まあ、ガジェットと同じくらいになっちゃうんで、正直ねまあ、参考程度なんですけど、ラグビーミッキーのスキル4でガジェットと大体同じくらいです効率は、っていう感じかな。よし、ということでまあ、ラグビー、そんな感じなんで、ぜひね、ラグビーミッキーにスキチケ使おうと思った人はね、ぜひね、この動画を見て、再検討してみてはいかがかなと思います。ということで、ただね、ラグビーミッキーね、スキルマックスにした時の、その、ループの楽しさとかね、もう楽さはマジでピカイチなんで、まあ、そこはね、絶対ね、いいかなと思います。スキルマックスの楽しさはね、ただ低スキルがちょっと、あれかなっていう感じなんで、ということで、一応、まあ、こんな感じで動画出しました。この動画良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。本日もご視聴、本当にありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また僕のメンバーシップ、インスタグラム、ツイッターなども
概要欄にリンク載せておきますので、ぜひフォローお願いします。メンバーシップではね、限定公開の動画や限定配信などが見ることができます。また僕の手書きのね、絵文字なんかも使えるようになります。インスタグラムではコツ解説や新ツム情報、最強ランキングとかを分かりやすくまとめているので、ぜひフォローお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。